十二は、フランスのタレス社が開発した、下機管制レーダー。ラファール戦闘機への搭載を目的としており、アンテナ部は、フェーズドアレー式とされている。レーダーの動作モードとしては、空対空捜索、ルックダウン、ショートダウン、ルックアップ、捜索中追尾、ドッグファイト、地形追随回避、合成回口レーダーなどのモードが用意されている。 TWS モードでは同時に40目標を探知して8目標を追尾しない4目標と同時光線が可能である。しかし、搭載機のラファールのレドームが小さいため、探知距離が他の4.5世代戦闘機に比べて短いとされる。2014年現在ラファール以外の戦闘機に部2を搭載する計画はないが、試験的にミラージュ 2000D が部2を搭載しているほか、 グリペンデモが搭載する PS-05A レーダーのフロントエンドをブニ a a のアクティブフェーズドアレイアンテナに統合したモデルが2008年グリペンデモに搭載されていた。しかしこれはラファールとグリペンが輸出市場で競合していることから量産に移行しなかった。ブニはパッシブ式フェーズドアレイレーダーであり同時期に開発されたアクティブ式のものと比べると性能で劣り、 ミーティアミサイルの性能を活かせないため2004年にフロント部分をアクティブフェーズドアレイ化した V2AA の開発が決定された。2010年から脱走ファルコ20及びミラージュ 2000D をテストベッド機として試験が開始され、同年10から12月にラファール C の37号機に搭載してのテストが実施され性能の確認試験が行われた。 2012年10月2日、生産段階より、ブニエーを搭載したラファールが納入された。既存のラファールについての乾燥は予定されていないが、乾燥自体は容易で、ラファールへの変更なしに数時間で交換できるため、将来的には乾燥が行われる可能性がある。ブニエーは、約1000個のガリウムヒ素製半導体操受信モジュールで構成されており、 ブニとの比較で50%探知距離が延長され、セム能力が向上した、他合成解口モードにおける高分解マッピングができるようになった。モジュールの耐久性も向上したことで10年間オーバーホールが不要となり所有コストも削減されている。ABNO ASA リフィットプラン n d ー o r ORLD RAFALS HAT FORCAST i n t a r s PS-05A レーダーフォーキャスト 2016年12月24日閲覧。フランスアコセプツファーストアイサー、イクイプットラフィールラフィール、ファイセリーズ、エスブニアイサー、レーダーサクセスフリーコンプレッツニューシリーズオブテスト。ありがとうございます。